4つの大戦で一番人が死んだ第4次世界大戦が終わりました。インドネシアとインドの被害状況は把握すら困難です。インド、インドネシア、2つの大国を破壊した日中による核攻撃。それによる放射性降下物は世界規模のものとなりました。第4次世界大戦は開けてはいけぬ扉を開けてしまったのです。被害は世界中に及んでいます。核兵器によって数億人が消し飛んだという事実は核を持つ列強に戦争を控えさせました。あの核戦争で大国2つが実質滅亡したのです。もし次があれば、それは人類全体の滅亡を意味するでしょう。少なくとも核兵器の使用は自国民からも歓迎されたものではなかったようです。なんならプレイしてる私も歓迎していませんでした。このゲームのポップのわがままにはいつも苦しめられてますが、初めて意見が一致しましたね。アラスカにてアメリカ人が反乱を起こしたので鎮圧します。もうここは日本領なんですよ、アメリカ系日本人の皆さん。さて、第4次世界大戦が終わった後の列強諸国はこんな感じ。EU を勢力圏に入れたイギリスは再び EU に再加盟。かつてのイギリス独立戦争の意味がなくなりました。EU はイギリスを再併合しただけでなく、リトアニアやラトビアも新たに併合していますが、あとは衰退するだけのヨーロッパ諸国の集まりで GDP も世界第5位に過ぎません。一方、南アフリカだけだったアフリカ連合はジンバブエを併合し、さらなる躍進を見せています。GDP は日本に次ぐ4位で将来的に日本の脅威になり得る国でしょう。2060年代後半から中国は民主化反乱を鎮圧できず、大乱時代へ突入。中国全土で反乱が発生し、秩序は崩壊。多くの人々が中国から脱出します。2万人以上の中国人が毎日難民化しており、その大半は隣国、日本に脱出しています。こうして日本は移民だけで2万人の人口増加を享受しており、中国の経済力が急速に落下する一方で日本はそれを吸収するように成長するようになったのです。大内乱に陥った中国、満州に戦争を吹っかけられるほどに落ちぶれました。この満州戦争は中国を制裁するために満州が起こした戦争で、この戦争に敗北すると中国は全世界から制裁を受けます。中国の軍事力は完全にゼロになっています。まあ核を落とし、インドを壊滅させた報いでしょう。古文の満州に呼ばれたので日本も参戦します。まあ中国の軍事力はゼロなのでまともな戦闘は起こらないでしょうがね。この戦争はすぐに終わり、中国に対する国際社会からの制裁が行われました。世界一の人口を持ってたインドの人口を、たった2000万人ぐらいにまで減らしたんだから仕方ないね。日本の方はあの戦争以来、何のお咎めもなしですが、自国民がドン引いてたぐらいですね。国際社会による制裁で中国はさらなる混乱状態になり、中国は完全に内戦状態に陥ります。インドの脱落により、世界一の人口を持つ国となった中国がこの有様に陥り、先の大戦によるインド、インドネシアの崩壊と合わせて世界情勢に大きな変化が訪れます。世界は日本、北米連合、アフリカ連合この3つの国を3大国とする時代がやってきます。他の列強は入れ替わりが激しく、海外にまで影響力を持ちません。中国の急速な衰退により、日本は GDP2 位の座へ復帰。人口減少によりちょっとずつ工業点が下がっている北米連合、中国の経済力を吸収するように工業点を上げる日本。急速な人口増加と加盟国の吸収により圧倒的な成長力を持つアフリカ連合。またこっそりアラビアなる地域統合国家も成立しています。加盟国はエジプトのみですが、こちらが現在の世界人口ランキング。中国はトップですが人口は5億人台にまで低下しています。日本の人口は3億5000万人近くになりました。その3億5000万人のうち、74.4% が日本人なので、日本人人口は2億6000万人程度でしょう。プロビンス別人口はこんな感じ。大阪を抜いて大都会神奈川が人口2位になっています。東京2250万人、神奈川1870万人、大阪1850万人。三大都市の人口も恐ろしいものになっています。そして次、これは極東の民族分布です。白色が日本人を示しており、樺太島は完全に日本化されました。台湾も華人や白華人、闽南人を超えて日本人が最大の民族となっています。色で見た人口分布はこんな感じ。赤いところほど人口が多いです。逆に緑色のところは人口が少なめの地域になります。中国から分取った江蘇省南部より、日本本土の方が真っ赤なあたり、日本列島の人口密度の高さが見えますね。世界経済力ランキングはこんな感じ。日本は地域統合国家に囲まれながら2位の座を維持しています。日中以外の地域統合していない国ではタイやナイジェリア、イラン、エチオピアなどが上位にいます。完全にアジアアフリカの新興国に上位を占拠されドイツやロシアの姿はもう見えなくなってますね。冷戦時代から列強の地位を維持しているのはもう日本、アメリカ、中国の3カ国だけです。ドイツですら枠外です。イギリスやフランス、イタリアももう単独だと上位にはいないでしょう。ちなみに軍事力ランキングはこんな感じ。上位はまともな海軍を保有している国家でしょう。日本に次ぐ軍事力第2位はスウェーデンです。これが重武装中立の力。軍事力に関してはなんとか先進国が未だに上位を維持できているようですね。逆に列強諸国は軍事力の伴っていない国が多いです。日米以外の国が軍事力で国外に進出するのは難しいでしょう。維新ランキングも先進国が上位を占めています。維新は4位だけどそれ以外の数値がひどいことになってるインド。
合陽1360という数値があの核攻撃のひどさを思い知らせています。日本は維新28000という2の北米の4倍以上の数値を記録しており、国際社会のリーダーとして各国から得た信用の高さを示しています。そして総合ランキングはこうなります。満州は国際社会で日本と行動を共にしてきたためか、維新が高く、列強入りしています。まあ多分その地位を維持はできないでしょうが、満州も中国本土と同じく成長限界みたいですし、日本は圧倒的な国威により、2位の北米を2万以上引き離しています。さて、2070年代に突入し、このゲームもラストスパートと言って良いでしょう。ちなみにゲーム終了は2090年です。唯一の超大国となり、まさに世界の頂点として全て手に入れたはずの日本という国家。しかし、まだ達成できていない悲願があります。総合、維新、軍事、全て世界一ですが、工業戦だけは世界2位。2位じゃダメなんです。本当にジャパンアズナンバーワン、というのなら北米を超えて1位の座を手にする必要があります。長引く内乱に苦しみ、手に負えなくなった中国は国連に助けを求めます。日本はこの決議を棄権しました。拒否権を発動しなかっただけありがたいと思ってほしいですね。ロシアが立憲君主制から絶対王政になってます。やっぱりロマノフ朝はそうなるんですね。また第二のレーニンが出てきて、歴史が繰り返すのかもしれません。日本への中国難民の流入はとんでもないようで、例えばアラスカでは日本人よりも中国人が多いです。また日本本土ですら 2% ぐらいは中国人になっています。全体の日本人の割合は増加によりちょっとずつ増加していますが、まあ移民による人口増加は自然増の4分の1程度ですから、外国人人口が一気に増えるということはあまりないようです。中国への国連平和維持活動が始まりました。日本は棄権しましたが、参加することはできるようです。まあ世界一の超大国として一応維持軍を送ってやりましょう。中国はアジア経済の核です。没落してもう日本を追い越すこともないでしょうから、手を差し伸べてやりましょう。しかし残念ながら中国の混乱はまだ収まらないようです。国際社会の介入をもってしても、大内乱時代はまだしばらく続きそうですね。2075年、時代は遠い未来です。宇宙開発は絶え間なく続き、また世界政府を目指す試みは現実のものとなりつつあるでしょう。人類はどこを目指すんでしょうか。日本はすでに2050年代には火星へ人を送り込んでおり、宇宙開発においても先進的と言って良いでしょう。そして2070年代の現在、宇宙旅行は今や当たり前のものとなりました。一般人にとっても宇宙は身近なものとなったのです。地球温暖化と海面上昇でほとんど沿岸タイルの日本の農産物の生産量はほぼゼロであり、地球の環境は大変なことになっていますが、まあ最悪の場合、宇宙に入植してそっちで暮らせばいいですね。運まなる国が新たな列強となっています。この国はイランが変態した国です。アラビアが北アフリカから中東に至るスンニ派アラブ人の国家を目指しているのに対し、運マはシーア派の統一を目指しているという感じでしょうか。まあアラビア、運マと入っても、それぞれエジプトとイランの領域だけしか支配してないんですがね。2078年、日本の GDP は再び世界第3位に転落。成長は順調ですが、アフリカ連合に抜かれました。成長速度で負けたわけではなく、アフリカ連合がボツワナやザンビアなどの周辺諸国を併合したためでしょう。中国の工業力は大きく低下していますね。まあ国土の大半が反乱軍に占領されている上に、5000万以上の人口がこの10年で減少しています。中国は少子高齢化社会であるため、その全てが難民化したわけでなく、半分以上は自然減でしょうが、まあたった10年ちょっとで人口1000万人ちょいになってしまったインドよりはマシでしょうが、2070年代を終えて人口統計はこんな風になりました。動画の最初の方の統計が2072年、この統計が2079年のものです。中国だけでなく北米の人口も1000万人以上減っていますね。EU は300万人程度の減少と踏ん張っている方でしょうか。新興国でもナイジェリアやアラビア、タイが人口減少しており、この状況で2000万人の人口増加を達成している先進国日本は異質な存在でしょう。2080年になりました。ゲーム終了まであと10年です。1946年のプレイ開始以来、我が国は様々な努力をしてきました。日本の工業店は現在、北米アフリカに次ぐ第3位。もし日本が次の世紀も覇権国のままで居続けるつもりならば、経済力で他国に劣るわけにはいかないでしょう。22世紀、予測もできない未来へ備えるための最後の10年が始まります。次回、22世紀への道。